はいどうもこんちゃくれです、よろしくお願いします。さあということで今回はついに完全体完成、1998マシンガンダセンデリアとやっていきたいと思います。はいということで今宵念願が叶いました。ずっとですねあのマシンガン打線の最後の一人がですね、まあ、なかなか埋まらずと、まあ、野手8人だったらねフィールドの中にいる選手だけだったら、まあ、以前までも組めてたんですけど、まあ、DH も込みで考えるとちょっと一人ね足りなかったんですよ。なんですが今回ですね OB 第一弾でこちらの中根選手が登場となりました。で、まあ、ガチャではねこの中根さん引き当てることできなかったんですけど、ランキングでね、手に入れて極めてきました。もうしっかりね、まあ、ちょっと特殊やってないですけど特殊能力は、マックスまで持ってきておりますということでですね、これにて、マシンガン打線が完全再現となりました。しかも全員極みです。まあ、ベンチはねちょっとまあ、その後に入団してきてる、まあ、レジェンドの選手たちも入ってますけど、まあ、スタメンはこれで完全再現という感じですね。これをね組める人なかなか全プロスピユーザーで見てもだいぶ多分レアじゃないかな。ベイ純正やってる方でも多分できるのごく一部じゃないかなと思います。でまあちょっとスピリッツに目をやるとですね、ところどころ久しく出てない選手だったりとかちょっと継承したくないっていう選手なんかもいたりして、ちょっとスピリッツはね、割と低めにはなってるんですけど、なんとか今回はこれで勝っていきたいなと思います。でまあメイン仕様は一応ね今回中根さんなんですけど、まあ当時の打順をねできる限り再現するっていう意味で初戦はこれでいこうかなと思います。じゃあ早速やっていきましょう。とりあえず今シーズンのランク戦今35試合やりました。まあ基本生放送でやってるんですけど、自分のスタンプ獲得まで残りあと15試合、多分次の動画では獲得できてんじゃないかな。明豊今宮さん対戦よろしくお願いします。うわ先行か。いやーちょっとこれまあマシンガン打線動画的には嬉しいんですけど複雑な理由があります。はいってことやっていきましょう、よろしくお願いします。お相手ホークス純正かと思ったけどそういうわけではなさそうだね。さあはい、まあ今ね落ち込んだ理由はこれです。ビジターの際に1998のユニじゃなくてあのこの太陽ユニなんですよね。うんあれね両方ともホームのビジターもこれに設定する、一定の1個のやつに設定するっていうのはできなくて、ビジターの時が太陽ユニで、あやった、まあ、ホームの試合は、1998ユニになってるんですよね。ハルさんは正直継承してなかったんですけど、今日この日のためだけに継承しました。4300、もともと多分3100とかのやつだったね。めっちゃ低かった。ハルさんのねこのバット邪魔なんよね似てるんだけどめちゃめちゃ被る。うん、インハイマジ見えませんこれも。抜ける、いやーまあ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 いいでしょう。オッケーオッケー、極みベイスターズ魂出てるおかげでまあそれなりにスピリッツもちょっと石井拓郎さんがだいぶきつかったけどまあまあなんとかなりそうだね。よーさすがさすが天才高則さん。さあそしてローズにチャンスで回していく。ローズも言うてねこれ3800なんで本来結構きつい。いやーそれボールだよな、しゃない。はいで守備です。マシンガン打線ね意外とね守備いいんですよね。そして98年のオーダーの中に交わるバウアー、夢の共演です。やっていきましょう。まあ今日ちょっと僕も気合い入れてねこの98のオーダーを使うならまあこのユニフォームでというところなんですけど、ゲーム内は太陽ユニになってます。まあまあまあオッケー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 。でさっきの守備の話で言うとレフトの鈴木貴則さんだけねちょっときついけどそれ以外だいぶ見栄えいいよね。でもそのバウアーで言うとバウアーの回復力やばない。この間日曜日に定期のねサンデー、あやったサンデーバウアーの動画が上がってましたけど、シーズン最後にねちょ股関節の怪我があって、でそっから1ヶ月ぐらいかな、まだ本来多分ねもう普通の並大抵の外国人だったらあのタイミングで怪我したらもう帰ってもおかしくないんですよ。帰って来年に備えるみたいな、うん、ノーしてもおかしくないタイミングなんですけど、もう普通に帰らずに日本で治療して、ね、この動画撮影してる時点でもライブ BP にね多分2回投げてるんですよね。でまた今度ちょっと3回目、ベイスターズの選手と、まあ、ライブ BP で対戦するみたいな記事が出てて、で今のところ CS のファイナルかなでの復帰登板が濃厚。でも多分実戦はぶっつけになるんで、いやーどうなるかって感じですけどね。駒田さんやっぱでけえわ。ファースト選手身長大事なんでね、見てこの駒田さんのでかさ。バースト並んでも多分遜色ないよこのでかさ。駒田さんちょっとお会いしたことないんで一回いつか
お会いしてみたいですけどね。どんぐらいでかいんだろう。え、変えんのか。うわ。まあまあまあ、いいっすよ。オッケー。流し打ちだけでパワー49。この見た目で。はいはいはい、打てるんですよ。打てます僕、藤井さん。さあ来た中根さん、オッケー、強っ。チャンス初球、いいね。はい、左投手なんで右のね、ああ初球消えた。藤井さんだと全出しは無理なんですが、さあ中根さん初手いこう。あ、まあまあまあしゃあない、左ピッチャーじゃなかったんだね。右ピッチャーはやっぱこの佐伯さんよ。うん、基本的にやっぱね、あの起用的にはこの佐伯さんと、まあ、本来は併用でね、まあ、ライトのポジションで出てましたと。 OK、 失投だけど。いやー、やっぱこの辺能力きついな。谷繁さんもね3500なんだよね。今年はベイバン出るかな。帰れる、うおー、ラッキー。OKOKOK。 まあ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 、進藤さんもねこれね1回しか出てないよね、この年の。2019の1回だけなんで、そろそろ今年出てもおかしくなさそうだけどね。いけ、飛ばねえ。さっきファイナルって話しましたけど、今この試合をしてるマツダスタジアムでのファースト3戦目もつれたらワンチャンバウアー行くんじゃねえかなって思ってるけど、どうかな。まあでもね、最近大貫さんがめちゃめちゃ良くて、最近っていうか最後シーズン最後大貫さんがめっちゃ良かったんで、まあ東さん、今永さん、大貫さんかな、多分その3人になるんじゃねえかなっていう気はするんですけど、ちょっとピンチだな。まあ、真っすぐかな、とりあえず見せる。大丈夫。いやー、ええ中根さん、中根さん今止まってたって、ラグいな。まあラグっすね多分今の。やばい、広島じゃないけど、相手自チーム広島ではないけど、松田で負けはちょっと避けたいよ、演技的に今。とりあえず抑えよう。いや怖え、近藤健介さん、今日近藤健介さん最終打席でホームラン打ってました。いやー、やっぱすげえバッターよな。首位打者はちょっと難しくなったけど、ホームラン王争いはまだね可能性が残りました。いやー怖え、あれ見たらマジで投げるボールね、外怖いけどな。行くか、今日のマス、今日のホームラン外だった。あぶねえ、よくよく、まあまあいい。いや、バウアーを信じろ。もうバウアーに心中して打たれるんだったらまあしゃあない。大丈夫、いや負け。え、なんでなんか2点入ってんだけど最後、しかも、え、どういうこと、おかしくね、怪奇現象起きてるって。え、普通これ1点しか記録されませんよね。え、これバグじゃない。今までリアタイやってきてこんなんだったの初めてだろ。ザコはザコなりにさん、対戦よろしくお願いします。いや普通に打率高いけどね。あ、でも高校来た、オッケーナイス、これで98ユニいけます。はい、てことで2試合目です、よろしくお願いします。オリックスリボン2個。さあ、てことでとりあえず2試合目の先発は今永さんでいきます。うわ、この打者大谷夏。まあ、あとはですね、やっぱ98年の選手で言うのであれば、もうこうなると思うね、あとは投手陣ですね。うん、投手陣がめちゃくちゃ欲しい。え、ぐい。まあ、98年の投手で言うとですね、番長、あと誰だ、野村弘樹さん、川村さん、斎藤隆さんかな。この4人はいるんですけど、軒並みまあ、リアタイ結構厳しいじゃないですか。そう、厳しいんで、まあ、誰が出たら強いかなってとこで言うと、まあ、天野さん、うん、近鉄版がね一応今出てると思うんですけど、天野さんのベイスターズ版、まあ、権藤さんがね復活させたエピソードなんかもね、まあ、有名ですけど、天野さんとか、まあ、あとはヒゲマジンこと五十嵐さんとか、その前年の1997年に、最優秀中継ぎを取ってる島田さんとかかなが、まあ、出てくれたら、進藤さん取らんかい、それは守備、まあそれが出たら強いんじゃないかなっていう。あと誰がいいんだろう、ピッチャーでいうと、実際それが果たしてその辺の、おお、うまい、ローズうますぎ、まあ、その辺の選手が出てきてね、果たしてリアタイ強いんかっていうのはちょっと分かんないですけど、はい、まあ、じゃあいきましょう、取り返す。で1番ちょっと中根さんにしてきた。いやー、でも右ピッチャーか、うわー、こうなると結構厳しいね。超対左投手なんで、もう 1個目の特能が死んじゃうよな。あ、しかも初球も消えた、最悪。中根さんの方はこれ癖ないね、これ汎用だよね多分。落ちる、いやーからのこの癖強、春さんの方も
いけ、ヒット、うおー、ハルさん、え、これえぐない、ハルさんでホームラン打ったの初めてなんだけど。ちょっと98年 の、まあそのピッチャーをねちょっと調べてたら、五十嵐さんの記事で面白いのを見つけて、まあ、今年阪神が優勝で、まあ、優勝って言わずにそのシーズン中はねあれって呼んでたじゃないですか、まあ、それが話題になってましたけど、まあ、この年の優勝した年のベイ、この98年のベイスターズもあんまり優勝っていうワードをするまでは言わないようにするっていう雰囲気があったらしい。なんか元々その前年の97年僕が生まれた年もベイスターズ結構優勝争いしてて2位だったんですよね、惜しくもヤクルトに負けて。でもその時もなんか優勝っていうワードをちょっと意識しだしてから、まあ、ちょっと失速しちゃったみたいなのをなんか反省みたいなのを持ってて、この98年は言わないようにしてたらしいんですよ。すごいよね、なんかちょっと共通点があるっていう。なんかこんぐらいのレベルのプロの選手やっぱ意識しちゃうとダメなんかね、人間なのよねやっぱ。ってことでさよならします。さあ6番に置いたけどちゃんめが出ました。結果的にちょっと待って、やばい、カーソルが全然あったの、走れ、うおー、ラッキー。まあまあセーフティーみたいな、うん、セーフティーみたいな感じになったわ。最高、佐伯さん、ちょっと走るか、グッド、通りも出てる、いいね、援護して、おー、オッケー。だからこの石井拓郎さんの足をね、マシンガン出せね、やっぱまずは。西武との日本シリーズでもね、走ってましたけど。いっと、いけ、いやー、惜しい、まあ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 。いや、素晴らしい。この速攻よ、即決める。This is マシンガン。さあ、てことで3戦目、さすがにちょっと中根さんで1本は打って終わりたい。まあもうだいぶお腹いっぱいなんだけど。いや、ちょっと最近ね、迷ってることがあって、リアタイ動画、これちょっと皆さんに意見聞きたいんですけど、試合数多くてカット多めの、まあ、テンポ良い感じの動画か、まあ、ちょっと試合数は少なめになるんですけど、まあ、結構この1試合の中で、まあ、じっくり喋ったりとか、まあ、試合展開、まあ、1打者1打者の展開をしっかり見せるっていう動画、どっちがいいですか？まあ、個人的には結構どっちも良さがあるかなと思ってて、まあ、僕は多分ね合ってるのは後者なんですけど、自分に。まあ、ちょっとこれはね皆さんの意見をぜひとも聞きたい。落とされる、まあ、試合数やればやるほどねその選手の取れ高的な部分はまあ期待ができるんですけど、まあ、ちょっといかんせんでもね喋りがどうしても少なくなっちゃうというか、まあ、分かれちゃうんで試合がね、うん、まあまあまあちょっとぜひ皆さん教えてください。さあ中根さんで打って締めましょう。カローキティにっこり、何やねんこの絵文字。さあ、いやーまた右投手、左のピッチャーの先発までも今いないか、そんなに。侍の大谷さんが、特訓とかしてないのか。変化量マイナス1になるんだ。行こう。集中。抜ける。よーし。ごめん、オチが思いつかん。おー、行ったかと思った今、びっくりした。いや、ハルさんちょっと使用感いいかも。もう代打とか出してたけど、もし使ってても、はい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 、いや、えぐい。ちょっと待って、本編終わった瞬間みんなバリ打つ。